そう、ってことでなんかね、もちろソフトって言ったんでね、買ってきましたよ。どんだけソフトクリームばっか食べとるんやって話だけど、私ソフトクリーム大好きなんですよね。あ、写真撮っとこう。あ、でもちょっと柔らかいな、このソフト。多分ね、塩が入ってるからなんでしょうね。塩を入れると融点下がるんですよ。なもんでね、同じマイナスでもね、マイナス10度とかでももっと液化してきちゃいますね。あ、光の加減が難しい。インスタグラマーにほど遠い。さあ撮って。しかしですね、食べるのは大好きですけどね。なんかね、あんこが乗ってますけど、これは、だいぶと柔らかいですね。あ、やっぱプロなんですね。ソフトクリームの中に塩が入ってますね。これ塩ソフトって感じですね。うん、こっちはあんこですね。あんこですね。では、塩味が増してるんで、あ、でもこれ夏いいですよ。塩分、ミネラル、これ多分ちゃんと、もちろんって、ミネラルたっぷりなお塩なんで、これはね、夏場のね、汗かいてる時とかね、塩分補給もできるんでいいと思いますよ。うん。あ、これ美味しいわ。でね、あ、せっかくなんで行きましょう、あれ。気になるじゃないですか。多分この時間にいたらやってるでしょ、普通に。養鶏場。こっから近いみたいな。もうこれ前に乗って行きましょうか。うん。インター降りたらすぐ分かるところらしいんで。実際降りて行ってみたいと思いますよ。こういうのが入っとるっていうね。うん。やっぱし、まあ、インダーの中ですし。あと一般の量はね、うん。ちょっと外れにやってね、地元のあれをっていう、ね。あ、ちなみにこれも、なんか淡路島の牛乳とかとるらしいですね。うん。しっかりとこだわりのある。うん。なんかこだわりが味にですね、ちゃんとしっかりと反映されてるんですね。うん。感じですか。結構観覧車乗ってるんですね。いうことです。まあ今日は天気いいですし、見晴らしいいんでしょうね。うん。普通ならそこで、じゃあ一発乗ってくるかってところになるかもしれませんけど、ちょっと時間もしてますし。何を隠そう、私は大の高所恐怖症なんで。観覧車なんか乗れるのか。あ、私観覧車もいいですね。正直今の仕事でも4階5階以上の高さの、うん、5階以上の高さの建物になるともう足すくみますからね。どうしても仕事柄ね、15回とか18回とかも行きますけど。で、私の気のせいかもしれませんけど、ああいうところの、高いマンションの床って、ベランダ面、要は、うちらの入ってくるエントランスの方とかですよね。で、多分、雨とかが入ってきて、もう履けるように、ちょっと斜めに作ってありますよね、多分。なんで、それが外向いて斜めになってるもんで、もう、このまま風が強い風が吹いたらすっ飛んで、そのまま18階なんか追ってこんちゃうかっていうね、気がするんですよね。あれはね、怖いっす。もしね、この動画をね、ご覧になっておられる方で、あれ止まった、ちょうど人がおらんくなった。あ、乗る人が出ると一瞬回すんか。これ、それ結構豪勢な話やな。なのか。あ、で、また動き出した。あ、そうでもないから。あ、なんか乗ってる人おるので、
たまたまちょっと止まったんですね、多分乗り降りするのに。今回はスプーンが取り取るんで食べるミスないと思いますよ。よし、卵プリンを買いに行きましょうか。食べましたしね。うん、大観覧車いくらな。でも夜9時までやっとるんや。ちょっと夜景の観覧車とかもいいですよね。まあねえ、なかなかうちらやと夜9時までここにおると大変なことになりますけど、あ、でも次の日休みやったらいいんでしょうね。うん、ね、土日休みの方とかやったらね、連休とかの方でしたらそれで夜を過ごしてっていうのも、あ、いいんでしょうね。そういう過ごし方をのノウハウがないもんでね、うん、あ、ハイウェイオアシス上りサービスエリアにも行けるんだよ。へえ。あ、とか上りがハイウェイオアシスなんや。あ、知らんかった。そういう構造なんや。まあ、もうちょっと行きましょう。もうちょっと行ったインターの先にその謎の卵プリン、なんか普通に見た目が卵って話になってましたね。で卵を割ると中からプリンが出てくるって何なんでしょうね。ちょっとよくわかりませんのでね、これはねもう100分は一見しかずですよ。見に行きましょう。あ、さあ行きましょう。掃除で景色が良い、ね、これ 海の向こう側にこれ神戸大阪の街並みが広がるわけですから、それこそおそらくね、あの夜それこそ観覧車に乗ったらそりゃあこれ夜景は相当なもんでしょうね。こっち側から見たことはないですけど、私もね生駒山、昔ね夜ちょっと道に迷って夜に生駒山を走ったことがあって、東大阪から道に迷って抜け道やと思ったら全然抜け道じゃなくて山の上ガーッて登ってってしまって、で、生駒山の結構山の上まで登っちゃったんですけどね。でもそっからね夜ね、夜景はねすごかったです、大阪の夜景はね。そう、こんなすごい夜景を思い出しつつ、35度の守護線が走ってましたね今。1キロ先故障車に注意。おお、故障車がありますか。これちょっと気をつけないときも。高速道路はね普通の道路と違ってね、こういうとき気をつけないときも。ああ、もう到着してますね。ああ、トラックか。ちょうど見通しのいいところなんで分かりやすかったですね。下って登っていくところの下って登っていくところ辺のところですね、ちょうどね、視界にすごく入りやすい。レッカーも来とる。あ、じゃあこれレッカー車がトラックじゃなくてセンチュリー、黒センチュリー、センチュリーがなんでこんなところで壊れてんねん。あ、ちなみにあの前の方の方ですね、あのセンチュリーも新しくなりましたもんね。代替わりしましたけど、びっくりしましたね。まさかセンチュリーが、なんでしょう、放送とかじゃないですよね。まあそういうこと言っちゃいけませんよね。淡路島っていうとね、どうしても今ね、いろいろ問題になってるところ多いですからね。そういうイメージを払拭するためにはね、やはり青島をね、見て回るってもね、これまた大事なことです。ずっと来てこれで河井谷トンネルでね入りますよ。トンネル入りました。まあ、さっきからちょいちょい入ったら出てですけどね、今の真ん中突っ切ってますからね、どうしてもそういう構造になるのは致し方ないところかなというふうに思うわけであります。これもちょっと作業者がありますね。ちょっと反対車線の方ですけどね、
1日の案内出てきました。さあこれ 3% の勾配で結構きついくらい勾配ですね。 3% ってことは鉄道で言ったら 30% ミリですからね。さあ出てきました、北段、インターチェンジ、これですね2キロということなので、もうすぐです。32キロポイントの、ポストのところで2キロってことは34キロのところにあるわけですね、ちょうど、うん。淡路島やから当然なんでしょうけど、さっきまでねこっち側左側にねずっとね、海があったのに、今もう山を抜けたらもう右側が海ですからね、面白いですね。あれはなかなかね淡路島でないとできない経験ですからね。さあ北段インターチェンジ県よし、さあ行ってみましょう。さあウィンカー出して入ってきますよ。さあ降りましょう。北段インターチェンジ当然初めて降ります。さすがにね言ってますけどね、北段インターチェンジってのは降りたことないですね。もうなんか畑がありますよ。畑というかこれ果樹園ですかね。何の果樹園なんでしょうね。ちなみに降りたらすぐ分かりますっていう風になっとったんですけど、どうなんでしょう。さあ怖いのはこれ ETC の料金ですよ。 ETC の料金ですよ。考えてみたら俺滋賀から降りてないもんな。いくら、当たり前ですけど、かかりますね。でどこにあるのかな、これ阿波波屋、これのことか。あ、じゃあこれや、北坂、もしね、もう全なんか雰囲気が違う。左折して1キロって今もう看板がありますね。JA 淡路日の出。日の出って言いときながらサンセットホールっていう、サンセットって日の入りっていう意味ですけど、どっちやねんどっちやねん。日の出でサンセットってどういうことやねん。でこれは何、ごっさ、読めねえ、なんかすげえ難読な地名やったな。アパーチカントリークラブあります。ホタルカフェ、なんすかホタルカフェって、ホタルのカフェ見えるですかね。さあ何の果樹園なんでしょうね。あでもまさかの淡路島を走っておりますよ。ブドウか、ブドウでした。そうかそうか、ブドウ取れるんですね淡路島は。ブドウは分かったけど、どこにあるんでしょうね。でもこの辺りとかもう畑消し見ちゃってる感じですね。これは玉ねぎか、これ玉ねぎ畑か。1キロっていう割には結構進んでないですかこれ。排水地生田村、生田村、なんかこれ過ぎてねえか、これ過ぎてねえか、これ海斗遺跡、これも完全に行き過ぎてますね。でも遺跡があるらしいんで、ちょっと遺跡でちょっと確認をしましょう。確認があったら遺跡を降りましょう。建物とか結構どこどこですね。
の押し出してごっさ、ごっさの押し出し、ごっさって何、あれ、あの感じでごっさって読むのか、わかねえな。あ、ちなみにちょっと南の方にあるんで、やはり桜はもうだいぶと葉桜になってますね。この辺り生えてるのこれ全部玉ねぎか。ネギにしてはちょっと根が違うんですよね。ごっさ、カイト、あれで、まあ後でちょっと地名を落とそうと思いますけど、どうやらこれはごっさカイト遺跡っていうのかな。へえ、なんとなく来てみたけど、なんなんや、何の予備知識もなく来ましたからね。めちゃくちゃ地元のおじいちゃんが農作業をしてますけど、これも全部これ玉ねぎか。何あれ何あれ、あれ何何何これ、お、ここ駐車場でいいの、わかんねえ、全然わかんねえけど、本気でわかんねえな今日。何これ。は？お？これは全然わからんけど。一応カメラ回しながら行きましょうか。景色はいいんですよ。間違いなく景色がいい。これね、ざーっとね、こっちはもう間違いなく瀬戸内ですよね。瀬戸内の海が広がっておって、こっちはそうですね。今回ってくるやから、こっちが南西ぐらいですから、こっちが西側ですよね。そうですね。これは何なんでしょう。なんか、エモいこれのなんかありますけど、何なんでしょうね。これちょっと気になるな。何も調べんとで、あ、一応文化財ガイドってなってる、日本遺産ってなってますね。へえ、すごいですね。こんなんあるんや。淡路島日本文化財ガイド、これごっさカイト遺跡、失礼、ごじき、入館無料でなんかあるんや。